そういうような事故が発生しやすい傾向が今まであって、で、自分が実際にコントロールしたり、ブレーキ踏んだり、アクセル踏んだり、これを繰り返して、認知判断、操作の繰り返しということになります。どれ一つが覚えてるのがいいかですか。子供さんは帽子を止まり、飛び出して、とっさに戻って取りに行きます。で、何がそうなのそうしますと、やっと2つ目が見えてきました。2つ目でのポール、左右のポール、これですね、これはばっかりには映りませんが、これは見たわけです。この、今自転車が置いてありますけど、これが直接、前方の物体見えますね。直接。